皆さんこんにちは、イズです。本日もプロスペースやっていきます。本日の企画はこちら、タイムスリップ第1弾を純正目線で評価していきます。はい今回もいつも通りですね、リーグとリアタイの2つの評価をしていきます。なので、今回獲得を迷っている方はぜひ参考にしてみてください。また、こちらの動画から見ていただくと TS のことがよりわかると思うので、ぜひこちらの動画を見てから、この評価動画を見ていってください。ちなみに自分は普段ですね、ホークス純正をメインにやっていますが、今回のような純正目線での評価動画や、TSOB の予想、 また無課金で楽天純正や阪神純正もやっているのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますでは行きましょうはいまずは評価基準を話していきます今回も A から C の3段階で評価をしていきますまた B プラスや B マイナスがありますが B プラスは A よりの B、B マイナスは C よりの B と思っていってくださいそれでは評価に行きますはいではまずホークスからですねサファテ選手の評価をしていきますまずはリーグですね リーグの評価は A となってます、はい、まず能力として q e 型、q a というところで、まあ、プラスですね B 級種以上が2つあるというところで球団、まあ、内にです、ね、q e 型の選手はまあ結構いるんですけど、まあ、q a の選手が通常の選手だけでまあ6名なため、まあ、サファテ選手はまあ8名のコンボを出すには必須なんじゃないかなと、まあ、プラス B 級種以上が2つというところでも入ってきますねで、まあ、プラスですね今後おそらく TS であと1人 q a の選手は来ると思っているんで、まあ、そういったところでもサファテ選手は 必要な選手になってくると思います。といったところで評価は a ですね。はい、では続いてリアタイの評価をしていきます。はい、い、まあ、ポジションとしては抑えなんですけど、はい、他の候補に森選手がいるんですよね。で、森選手のストレートが今年から動くというところで、まあ、森選手のスタミナがない時とかには、まあ、入れていく形になるのかなというふうには思いますね。ですが、まあスプリットの変化量が結構大きいんで、まあそういったところをうまく使っていけば、まあもしかしたら抑えで出てくる投手になるかもしれませんが、まあ、え買いが利くという。ところで、今回評価は b となってます。 じゃあ続いて小坂さんの評価をしていきますまずはリーグですね評価は b プラスになってますはいまず能力として総力型なんですがまあロテ 純正の中にまあ総力型が6名から7名というところで、まあ、総力型がですね現段階で一番組めそうというところでまあ今回評価上がってますが、まあ、今後次第ではまあもしかしたら下がってくるかもしれませんね、はい、もしパワー型とかミート型で組めれば、まあ、そっちの方がいいと思うんでですね、はい、といったところなんですが、まあ、今回現段階での評価は B プラスとなってますでは続いてリアタイの評価をしていきます、はい、ポジションはショートなんですけど えー、他の候補に藤岡選手とか、まあ、去年の TS で言うと堀選手とかがいると思いますが、えー、小坂選手、ですね、えー、守備がめちゃくちゃ良くて、まあ、唯一無二なんですよね、その2選手に比べるとですね、まあ、プロスピ内でも結構1、2を争うレベルだと思うんですけどね、はいまあ、しかし、ですね、えー、得能で打撃能力が1個も上がらないっていうのがですね少しネックなんで、まあ、使い方としては9番に置いて、まあ、その後代打を出すと。 いうところがいいんじゃないかなというふうに思いますがまあ、この守備はですね、えー、ロッテ純正の穴の部分でまあそれを補える選手になってくるんで今回評価は A となってますはいでは続いて松坂選手の評価をしていきますはいリーグの評価は A となってますはいまず9位スタミナの同値なんですけど9段、えー、内に9、えー、位型の選手が8名以上スタミナ型の選手が2名以上というところでま9、あ、位型は確実に決めるんですけどスタミナ型は厳しいかなというところですねはい では、b 級衆上が3球種なんでまあオーダーには入れやすい選手になってくるかなというところで通常でですねえ。セーブもですね。qea の選手が6名というところで、まあ8名のコンボを出すためには必須なんじゃないかなというふうに思います。まあ、ts の候補で言うとま、西口選手は工藤選手、岸選手、涌井選手、豊田選手なんかがいるんでまあ確実にですね。あと1人は qa の選手。 来るかな？というところで、まあ今回評価は a となってます。では、続いてリアタイの評価をしていきます。はい、ポジションは先発ですねえ。他の候補に。まあ、松本選手や森脇選手の去年のシリーズ2。なんかはまあ先発で使ってもいい能力なのかな？と。まあ、あとは西口選手とかですかね。今強いところはなってくると思うんですけど、まず、あ、そうですね。えまあ、他の球団とかやったらもしかしたらですねえ。ここの評価も B マイナスとかになってきたんですけど。ま。あ 西武の純正的にですね、えー、入ってきてもおかしくないというところで今回評価は B となってます。では続いて島さんの評価をしていきます。まずリーグの評価は B プラスになってます。はい、えー、ミート型というところなんですがまあ球団内にですね、えー、通常で球団内に4名しかミート型がいないというところでまあ少し厳しいかなというふうには思うんですけど、まあ、少し評価が上がった理由としてまあ、他の TS の候補にミート型の選手が多いというところでまあ、ミート型で組める可能性があるんじゃないかなというところで。 今回評価は B プラスとなってますがまあ、もしかしたら今後の TS 次第でまあ上がったりも下がったりもする選手なのかなというふうには思いますでは続いてリアタイの評価をしていきます評価 B プラスとなってますはい、まあ保守というところで、えー、楽天純正ですね、えー、他の候補として太田選手はまあもしかしたら TS で岡島選手が出るかなというところなんですがまあ、楽天の野手陣的にですねまあキャッチャーとかに代打を出したいなというところでまあ今回ですね島選手はまあ控え保守としても、まあ、スタメンの保守としても 必要な選手なんじゃないかなというところで今回評価は B プラスになってますが、まあ、岡島選手が来ればですね岡島選手の方が肩とか強いですし打撃能力もですね岡島選手の方が打ちやすいと思うんで、まあ、もし岡島選手が来るのであればですねちょっと島選手の評価は下がってくるかなというふうには思いますはいでは続いて洋選手の評価をしていきますまずはリーグですねリーグの評価は B マイナスとなっています洋、はいまあ、選手ですね総力型なんですが球団内に総力型の選手が3名から4名というところで、まあ、総力型では食わないかなと。 いいう,うには思いますね、はい、あとですねミートとパワーとかがあとプラス1ずつとかされとったらですねめちゃくちゃ汎用性が高くていい選手だったんですけど、まあ、基本的に、まあ、2チャーム純正ではミート型かパワー型で組むというふうには思うんで優先度的には低めですかね、まあ、この要算を取るくらいなら、まあ、取るくらいならっていうか、まあ他の選手でですねミート型とかパワー型の選手を取った方がいいのかなというふうには思いますでは続いてリアタイの評価をしていきます評価は A となってますはい えセンターですね中堅守というところで、まあ他の候補でいうと、まあ、西川選手や新庄選手というところで、まあえー、超広角プラス守備 A プラスです、ね、能力も7676 76ってそこまで悪くないんですよね。はい,いったところで、まあ、日ハムのセンターの中では一番ですねセンター向きなのかなと、まあ、新庄さんとかはです、ね、レフトで使いますし西川さんは伊藤さんをダイソーとかに置く。 よりもまあ西川さんの方をダイソーとかに置いた方がいいと思うんで洋さんはスタメン確実かなというふうには思いますなんで評価は A とかになってきますねはい。では続いて田口さんの評価をしていきますまずリーグの評価は B となってますはい、えー。ミート総力の同値が可能なんですが、えー、オリックスの球団内にミート型の選手が2名から4名総力型の選手が5名から7名というところでまあ、ミート型がですねもう少し TS とかで出てくればまあ評価上がってくるかなというふうふに思うんですけど、まあ、現段階では評価は B というふうにはなっていますね、はいまあ、もしかしたらミート総力の同時出しをする可能性もあるんですけどもしそうなればまあ評価上がってくるかなと、まあ、ミート総力同時の候補としてはまあこの田口選手に加えてまあ若槻選手とかまあ中川選手とかまあ糸井選手もあのおそらくオリックスで出ますね陽選手が日ハムで出たんでですねそういったところで評価上がってくるかなというふうには思います。 はいでは続いてリアタイの評価をしていきます。リアタイの評価は A となってます、はいえ。ポジションとしてはレフトなんですけど、まあ、センターライトどこでも守れるんじゃないかなとか外野はですね、どこでも守れるんじゃないかなというところで、まあ、結構ですねオリックス純正の方はまあセンター A の選手いなかったかなというふうには思うんで、まあ、センターとか、まあ、ライト A の選手はいないですけど、相、ま、手、あ、選手とかがライト B になってくるんで相手、まあ、選手おそらく出ると思うんでですね。ねとといったところでは、まあ 田口選手センターとかですかねで守らせてもいいのかなというふうには思いますはいまあ、といったところでですね、えー、守備の部分で穴の部分にですね、えー、田口選手は置くことがいいのかなというふうには思いますでは続いて桑田選手の評価をしていきますはいまずリーグの評価は B プラスになってますはいまあ、請求スタミナの同時が可能というところでまあ、少しオーダー入れにくい選手になってくるんですよねはいまあ、結構ですね現役の選手 を見ていくと球威、まあ e、型とかの選手が多いんでですね、はいまあ、巨人の球団内にも請求型の選手が3名から4名スタミナ型の選手が2名というところで、まあ、少し入れづらい選手になってきますが9位、まあ e、A というところでですね、えー、入ってくるかなというふうに思います、えー、球団内で6人目というところですね、まあ、通常では5名いるというふうになるんですが、えー、残りのですね2名がもし出てくればもっとですね桑田さんの評価は上がっていいかなというふうに思います まあ他の候補で言うとまあ、TS で宇都宮選手や山口哲也選手杉内選手や、えー、久保選手なんかがその QA がいける候補になってくるんじゃないかなというふうには思いますはい。では続いてリアタイの評価をしていきますはい。まあ、ポジションとして先発なんですが、えー、結構ですね巨人の先発強いんですよねまあ、菅野選手、サンチェス選手、えー、宇都宮選手、メルセデス選手とかですねあとは山口選手とかですかねといったところでまあ先発5枚を ですね。揃えるのはまあ結構簡単なのかなと、簡単というか、まあ、桑田選手が入っていく隙はないのかなというところで、ちょっと評価が下がってますね。はい、ですが、まあ、ピッチャー陣が揃ってない方からすると、結構、得能的にです、ね、強くなってくるんで、入ってきてもおかしくないのかなと、まあ、そういった形で、まあ、オーダーに合わせて獲得していただけたらいいのかなというところなんですが、まあ、今後、強い選手も出てくると思うんで、まあ、今回はもう少し我慢しててもいいのかなというふうには思いますね、リアタイ勢の巨人純正の方はですね、はい。では続いて、平野選手の評価をしていきます。 ままずリーグの評価は B となってます、はいす。ミート型というところでですね、球団内にえミート型の選手が3名から4名というところで、えー、平野選手で5人目ですねあと3人ですね、ミート型の選手が来てくれればというところなんですが、えー、他の TS 候補にですね、ミート型の選手が基本的にミート型の選手になってくるんじゃないかなと今岡さんとかはです、ね、ちょっとパワー型なんですけど、まあ、今年出るかって言われたらちょっと微妙なラインなんでですね、ミート型の選手が多く出るだろうというところで今回、評価は少し上がって B プラスとなっています。はい。 では続いて、リアタイの評価をしていきます、評価は B プラスとなってますね、はいまあ、ポジションとしてセカンドなんですけど、まあ他の候補として OB の岡田さんや糸原さんがいると思います、はい、でまあ守備では、ですね、えー、この平野選手、唯一無二なんですよね、守備 A というところで,で、すねでまあプラス、ですね打撃もグラウンダーなんですけど、まあ、ミートがめちゃくちゃ上がってくれるんで、まあ、ミートはしやすいのかなというところで、まあ、結構ですね、あのー、外野の前に落ちるヒットとかが増えてくると思うんですよ、平野さんでいうとですね。 といったところで、まあ慣れていけばですね。グランダーの選手もそこまで打ちにくいとか感じないと思うんでまあ、結構ですね。先入観とかでまあ打ちにくいと思って嫌とか思ってる人多いと思うんですけど、まあ、もう少しですね。使ってみて。まあやっていただけたらなというふうには思うんで。まあ今回少し評価上げて b+ プラスさせてもらってます。まあ、スカンドですね。守備で守れるというだけでですね。評価上がってきますね。プラスですね。岡田選手がもしいなければちょっと評価 a 評価とか。だからもう良かったんですけど。まあ、岡田選手もいるんで、まあ、岡田選手。もし持ってればもう獲得。迷われてもいいのかなと。 まプラスライトもできますしねそういったところでも評価上がってきますねはいでは続いて福留選手の評価をしていきますまずリーグの評価は B プラスとなってますはい、まあ、ここもうちょっと上げてもいいかなという感じなんですがま同、あ、値狙うのが難しいんですよねといったところで少し評価下げちゃって B プラスとなってますはいまあさっきも言った通りミートパワー同値が可能なんですけど、まあ、ミスターフルスイング1点狙いと、まあ、パワー型にするのもその1点狙いですねといったところで、まあ、少し ですねまあ、これまで,です、ねえー、福留選手のです、ね、通常の A ランクは出ていたとしてもです、ねえー、現段階で持っている人は少ないのかなと、まあ、今後もです、ねまあ、出る可能性は多少はあると思うんですけど、まあ、今後です、ね、どんどん出にくくなっていくと思うので、まあ、同値決めるのは少し難しくなっていくかなというところで,です、ね、評価下がっていますね、はい。なんですが、まあ、結構必須級な選手なんですよね,福留選手はですねえ、球団内にミート型の選手が6名から7名と。 でパワー型の選手が4名から6名というところで少しパワー型が足りないんで、まあ、できれば福留さん同時にしたいですよね、はいまあ、中日ですね高確率で、えー、ミートパワーのコンボが出せそうなんですけど少しパワー型不足というところが否めないんで、まあ、もし足りなければ OB とか使うと思うんですけど、まあ、TS で組めることに越したことはないんでミートパワーの同時にしたい選手になってきますねはいでは続いてリアタイの評価をしていきます評価はもちろん A となってますはい まあ福留さんが B プラスやったか B やったらですほ、ねまあ、他の選手もそれくらいの評価だろうと、まあ、球団にもよるんですけどね、まあ、純正目線の評価というところなんで、ですねといったところで、まあえー、ポジションとしてライトですけど、えーまあ、外野ならどこでも守らせていいんじゃないかなというふうには思います。ほ、はいまあ、他の候補としてもライトだったら平田選手とかですかね、はい、まあもう言わずもがらの最強外野手ですよね、はいまあ、中日純正の方とかまあこれまででやったらですね。 去年のシリーズ1くらいまでやったらまあライト平田選手、レフト福留選手が多いイメージやったんですけど、まあ、ブラックス選手がですね去年 OB で出たんで、まあ、レフトブラックス選手ライト福留選手とかで守らせてもいいのかなというふうには思いますね、はい、では続いて加藤選手の評価をしていきますまずリアタイの評価は B プラスとなってます はい、えー、まず加藤選手、ですね球威、えー e、型、q A というところでは、まあ、横浜純正ですね、球威、e、型の選手も、q A の選手も、現役だけ組めるんですよね、といったところで、少し評価は下がってきてもおかしくないんですけど、あと1球種ですね、B 級種以上の選手が必要というところで、加藤選手、ですね1球種、B 級種を持ってるんで、オーダー入ってきてもおかしくないのかなというところなんですが、ほ、まあ、他の候補で、ですね B 級種以上を持ってる選手がいるのかなと見たときに、三浦選手しか持ってなかったんですよね。はい まあ、あの今まで出てきた投手の中でですね、といったところでは、まあ、もしかしたら三浦選手出ない可能性もあるんで、まあ、今回ですね、加藤選手、余裕があれば、まあ、獲得するのがおすすめなのかなというふうには思います。なので、今回、ちょっと評価が上がって B プラスとなってます、はい。では続いて、リアタイの評価をしていきます。はいまあ、横浜純正ですね中継にまあ山崎選手とか まあ,あとは、えー、大魔神、佐々木選手とかがいるんで、まあ、少しですね、えー、優先度的には下がってくるんですけど、まあ、スライドパームが少し気になるなという,ふうには思いますねただ、変化量が1なんでもしです、ね、タイピンの場面でめちゃくちゃ強いのであれば、まあ、獲得したい選手になってきますんで、まあ、そういったところで,です、ね、情報を集めていただけたらなという,ふうには思いますでは続いて笹岡さんの評価をしていきますまず評価は B となってます、はい、ここもうちょっと上がってきてもいいかもしれませんね。はい まあ、スタミナ型というところで,ですね、えー、広島純正にスタミナ型の選手が4名というところなんですがこれ結構ですね、うんえー、スタミナ型4名ですね、えー、今年は少ないなという印象なんですけどいつもですね広島純正ってですね、えー、スタミナ型の選手結構多いんですよね、まあ、ジョンソン選手が抜けたっていうのも大きいかもしれませんが、まあ、去年の OB とか使いながら、まあ、スタミナ型のコンボとかも出していくのかなと広島純正はですね。 そいったところで、まあもう少し評価上がってもいいかもしれませんが、まあ今シリーズだけで見ると、ちょっと評価は b となってきますね。はい、オーダーに入るなちょっとここはですね。評価上げていいところだと思います。では、続いてリアタイの評価をしていきます。評価 b となってます。はい、まあ先発なんですけど、まあ中継ぎさえもいけますね。はい、といったところでですね。少し評価上げてもいいんですけど。まあ3。九州では少し厳しいかなというところなんですよね。はいで、まあ広島の投手陣的にですね。入ってきてもおかしくないんですけど。まあ今回ですね。評価 b と。まあ もしですねその投手陣が強かったら、まあ、評価は B マイナスとかになってると思いますね。はいまあ、巨人の桑田さんとかは B マイナスやったと思うんですけどそう、はい、いったところなんですが、まあ、広島投手陣的に笹岡選手は B とですがまあ変化量が大きいんで、まあ、大会とかやったらもしかしたらワンチャン通用するかなというところですねでは続いて、はい、最後ですねバレンティン選手の評価をしていきますまずリーグの評価は B プラスとなっています、はい、えパワー型というところで球、えー、団内にパワー型の選手が4名から5名というところでバレンティン選手で6人目ですね。 はい、でまあ、今のところパワー型では組めそうになるんですけど今後ですね池山さんや畠山さんが登場すればバレンティン選手は必須ピースになってくるんでまあ今回獲得しておくのがいいのかなというふうには思いますはいなので今回評価は B プラスとなってますでは続いてリアタイの評価をしていきます評価は A となってますはい、えー、ポジションがライトで一応守備 C もいけるんですよねといったところでまあ守らせてもいいんですけど まあライトですね、ヤクルト純正のライトに稲葉さんがいるというところで、まあ、守備も良くて打撃もいいですよね。こういったところで、バレンティン選手のおすすめの使い方としては、まあ、DH か、まあ、レフトはですね青木選手がおるんで、まあ、DH がおすすめかなというふうには思います。はい、といったところなんですが、まあ、この打撃はですね唯一無二ですよね、はい。といったところで評価上がって、え評価となってます。はい本日はですね、こういったところで終わろうと思います。はいえ結構ですねえー リーグの方はですね、評価を高めにつけているんじゃないかなというふうに思います。基本的には B プラスの選手が多いですかね、はいまあ、田口選手とかもうちょっと評価上がってきてもいいと思うんですけど、はいまあ、確実にオーダー入らないよなという方は B マイナスとかにしてるんですが、まあ、B 以上の方はもしかしたらですね、今後の TS 次第ではオーダーに入ってくる選手になってます。はい、で、前回のですね、TS の動画で、まあえー、よりですね、リーグ勢の方はまあ前半の TS、1段、2段、3段とかは、えー、より慎重になって獲得を迷うべきと。 言ったんですが、まあそれもそうなんですけど、獲得しないで公開するよりは獲得して公開した方がいいのかなというふうには思うんで、まあ、後半はまあ取るか取らないかのですね判断ができると思うんですけど、まあ、少しですねまだ不透明とか分からないという選手に関してはまあ取っていくのがいいのかなと、まあ、要選手とかはですね、まあ、リーグ的にまあ確実に入らないだろうというところで、今回評価 B マイナスとさせてもらったんですけど、ほ、まあ、他の選手、基本的に B 以上なんで、まあ、そういった選手は取っていっていいのかなと。でまあ、リアタイに関しては、えー まあ球団によってですね評価も変わってくるんですよね、ここは。あの純正目線で球団ごとの評価をやってるんで、まあ、ここはですねえ球団ごとに評価は変わってくるんですけど、まあ、まずです、ね、B 評価、B 評価をつけた選手は、ですね、まあ、現役でもですねそこまで変わらない能力を持った選手がいるというところなんで、まあ、B 評価の選手はですね無理にし,無理して TS1 弾で取りに行くような選手ではないかなというふうに思うんで、まあ、B 評価にしてますね、まあ、B マイナスのところは、ですね、えー、球団内に強い選手がたくさんいると。 いうところで B マイナスというふうにはさせてもらってます。まあ今回 A 評価がタ口選手とか陽選手とかですね。あとは小坂選手とかですかね。まあ、ここはですね結構他の選手に持ってない能力を持っている選手を A 評価とかにしてますね。はい。まあ、バレンティン選手とか福留選手と,いうとかもですね。はい。といったところでまあ今回のですね評価を参考にまあ獲得していただけたらなというふうには思います。はい。 まあ今後もですねこういった TS の評価動画やまあ現役の選手もですね結構出てきたんでまあ評価もしていこうかなというふうには思ってるんでぜひ今後もチャンネル登録して待っていただけたらなというふうに思いますはいでは本日はこの辺で終わろうと思いますまた次回以降もですね TS に関連する動画出していくと思うんでぜひチャンネル登録して待っていてくださいそれでは本日もご視聴ありがとうございました伊豆でした